ははい皆さんこんこにちは村長です今日はですねドラムのミキシングがとっても楽になるそんな魔法のようなスタジオワンのお話を進めたいと思いますまずちょっと画面を切り替えましたので見てくださいこれはメルダプロダクションという有名なプラグインの会社が最近になって発売した M ドラムストリップ というソフトですこれは何をするものかというとドラムのエフェクターをまとめ上げたそんなドラムの超便利なソフトウェアです。機能的にはこのような仕組みになっています。これは上の3つのこの部分ありますね。これはタムの1個1個です。それがここにタムのバスとして 3つが一つにまとまっていますそしてその横に並列に並んでいるのがバスドラムであったりスネアであったりハイハットであったりというような形で分類されているんですそれぞれの太鼓に合わせたエフェクターというのをひとまとめにしてですねそれをここのマスターというところに送って最終の調整をしようという 一連の流れのあるドラム専用のストリップなんですよって画面にありますように左の上の方を見てください「タム・バス」とかいう風にもなっていますし右の方は「バス・ドラム」いわゆる「キック」ですねその左は「スネア・タム」という風になっていましてそれはどのようにして切り替えるかというとこの左側の緑のエリア これを押すと今はマスターとなっているこのエフェクターがそれぞれに入れ替わってそして作業ができるという画期的なシステムを考えたものですただしこれを見て僕も欲しいなというふうに思いましたでもですね価格が 4, 5万円すす。るんです今イントロキャンペーンなんですけれどもやはり2万いくらという高価なものなんですね じゃあこれはどんな人が買うんだろうと思った時に初心者の人がドラムののエフェクトをすするのはとっても便利ですバスドラムってどんなエフェクトを入れたらいいんだろうとか迷うことなく一つ一つがバスドラム専用スネア専用となってるのでですね誰でもが簡単にできそうです。でも初心者の人が そここまででだわってドラムの音作りをするでしょうかそして今度は上級者の人を考えてもらったらですねメルダさんのプラグインというのは確かにどれをとっても素晴らしいのは僕も経験済みですけれどもやはり DTM が上手になってくるとキックのコンプはみんなそれぞれに自分の好みができてきます。ハイハイイイットにはこのイコライダーが とっても澄んだ音がするから好きなんだとかいつもやっているやり方がもう慣れているからとかいうことでみんなそれぞれに自分好みというのがあるんですけれどもその好みをこの M ドラムストリップの方にどうしても集約されてしまうというデメリットがあるわけです。 それがスタジオワンならできるんですスタジオワンにはスプリッターという音を分けるソフトがありましてなおかつそれだけじゃできないんです国産のプラグインメーカーとしてとっても優秀なドーテックさんというのがありましてそこで無料のプラグインを配布してくれていますその中に今画面にある D サイドインという 素晴らしいソフトがあるんですが多分あんまり皆さんが使っていないと思いますこれは A のトラックと B のトラックというのがあったら B の音を A のトラックと混合できるというような夢のような通常の DAW でででではききないことができるんですその他にも使いますので製品一覧のところから d o t e c さんのソフトを 無料でいただきましょう今画面に出てるここらにですね D サイドインというのと今回使いたいものは D パンポットというパンを振るんですけれどもこのパンポットもとっても素晴らしくですね通常のパンというのは左いっぱいに振ったら右の音がなくなって左の方に寄るんですでもこの D パンポットというのは 右の音も左に移動してくれるんですですから音像がはっきりしますそういう便利なソフトもしくはその隣の d ゲインこれはゲインを調整するまあ単純なボリュームみたいなプラグインですおまけとして d スピーカーというのもヘッドホンでスピーカーの音を聞いてるようなエミュレーションができるというこれもフリーソフトです ここに表示しているものはフリーで配られていますので皆さんこのソフトをダウンロードしましょう D サイドインをダウンロードする時はこのようにして一つ一つ Windows 版か Mac 版かそういうのを選んでダウンロードもできますしもうここに全てのソフトが試すことができますのでここからダウンロードをして今説明したような フリーのソフトはそのまま VST3 のホルダーもしくは VST2 の皆さんのホルダーですね Windows の方の場合は c ドライブのプログラムファイルズのコモンファイルズの中の VST3 とかいうようなところに保存をしてもらったらいいわけです僕の状況もお見せしましょう ここに C ドライブのプログラムファイルズのコモンファイルズがあります。ここの VST3 この中にドーテックのソフトを入れればいいわけです。ちょっとこれを左の方へやっておきましょう。今度はダウンロードしたホルダーを開きましょう。はい、これがダウンロードしたホルダーです。このように All Product Win 1> a 1.6.2とかいうようなホルダーがありましてそこに VST3 こういうのがありますのでこの中の64ビットの中の僕が今言いましたような無料のソフト D ゲインこれですねそして D パンポット D サイドインこの3つはとても重要ですがあと D スピーカーこれも入れておくといいと思います この4つをコピーしましてそしてこの VST3 の中に貼り付けこれをやるとファイルを置き換える僕は先に入れてましたのでこのようにできるようになりますこうしてインストールをしてくださいさあそれではこれから実践をやりますので皆さんもやり方を見ていてくださいこのように 村長考案ドラムエフェクトシステムの設定順序というこういうテキストを作ってありますので概要欄に貼っておきますのでもしやり方がどうしてもわからない時はこれを見ていただくと順番に設定の方法が分かりますのでこの方法に基づいてやっていただくとちょっと難しいルーティングの話が出てくるんですがこれでできるようになると思います。 それではここに、ドラムをパラアウトしますと出ています。ですから、ドラムのパラアウトを作ります。僕の場合、e a s y d r a m 3これを使います。ソフトウェアは何でもいいです。ただし、ここまで聞いていただいててですね、勉強のためにこの後も聞いていただいたり、 こういうことはどうやってやるのかということに関心のある方は見ていただいたらいいと思うんですけれどもスプリッターというソフトがもし自分の持っている DAW にない場合はですねちょっと簡単ではありませんでもこういうことの勉強のために見ていただくんであればこの後も見てくださいこうしてドラムソフトをインストールしますそしてグルーヴ こういう中からどんな音をこちらに入れ込むかこれをちょっと聞いてみましょうもうちょっと細かいのはいじゃあこれを入れましょうここで タムがなかったですので、少しフィルを探してみましょう。はい、このようにタムがあるものが出てきましたので、これをここに入れたいと思います。じゃあちょっと短めにしておきましょう。このようにして、1小節分だけこれを入れたいと思います。これでループができました。はい、このループを聞いてみましょう。 こんな感じの音を準備しました今度はこのようにコンソールを出しますそうしましてこの EG ドラマーをパラアウトしていきますちょっともう一度 EG ドラマーの画面を出しますするとここにミキサーというのがありまして今は全てがアウト12ということでパラアウトができていませんこのミキサーというところを押してマルチチャンネルというメニューを選ぶとこのように チャンネルを分けてくれます。キックは12に入ります。そしてスネアは34。そしてこれ56とスネアの裏は鳴ってるんですけれども、これを34にしておきます。ですから今度は56がなく、ハイハットは78になります。そこからはタムが90に出力されています。そうしましてライドがあります。それは11、12。 そしててオーバーバヘッドも11、12、このようになっています、まあその他の楽器もありますが主要なキックスネアハイハットタムそしてシンバルこれを分けておけばそしてこれにエフェクトをかけていけばその他のものいわゆる鳴り物とか言われますけれどもそういうものは今回のようにシステムとしてエフェクトをかけていく必要は絶対す。 たいというわけでもないと思いますのでまあそれはちょっと今日は置いておきますそうしましてこの音を展開しますそして34がスネアでした56がなくって78901112この5つに音が分かれていますもう一度聞いてみましょう このようにします。通常はここにゲインステージングをしたりとかするんですけれども、今日はその部分は割愛させていただきます。ちょっと僕の資料を読みます。1、ドラムをパラアウトします。基本はいくつにも分割ができますけれども、まず慣れないうち、今回は5分割からチャレンジをしましょう。バスドラ、スネア、ハイハット、タム、シンバルに分けましょう。ということです。次、2番と3番が、 ちょっと入れ替わりましたが2番にオーディオステレオチャンネルを作りますこのトラックにいろいろ設定していきます右クリックをしましてオーディオのステレオチャンネルを作りますわかりやすいように色を赤にしておきますそしてパラアウトの展開をしますドラムのまとめたバスチャンネルを作りそこにパラアウトの出力を送りますがバスチャンネルのフェイダーは無音に下げます 音は鳴らさないこのように書いていますのでちょっとそこをやります。ここにバスチャンネルを作ります。今バス1という名前になりました。ここにそれぞれのパラアウト。はい、今5つ選びましたがそれをバス1に流します。すべてがこのバス1に来ましたのでここで音を聞いてみると はい、このフェイダーが効いていましたねここのところに入ってきたわけですがここのバスは0にしておきますこの理由は後からわかりますそうしまして次の資料を見てみましょうバスチャンネルのフェイダーは無音に下げます音は鳴らさないとしてますねそして2で作ったトラックに純正のスプリッターを挿入しますスプリットを5チャンネルに分割します そしてそこに d o t e c の D サイドインこれを全てに挿しますそして D サイドインの名前をそれぞれ付けておくとより分かりやすいですよというふうに書いていますいわゆる6番目のことをこれからやりますではこの赤いトラックにスタジオワン純正のスプリッターこれを挿入します このように2つに今分かれていますちょっと横に広くしておきましょうこれ2つに分かれてるんですけれどももし5つ以上にパラアウトをしたい時のことを考えて今日は説明をしておきますここで2つに分かれましたけれどもこれをまた2つに分けますはいなぜかというとこのスプリッターの機能は 最大で5つまでででしかできないんですですからこちらのスプリット2の方は最大できる5というふうにします5つに分かれましたねこちらはそのままにしておきますもちろん5増やしてもいいわけですけれどもこれで全部で7つのチャンネルにスプリットできたということになりますここまでいいでしょうかでもこの右の2つは 今回の説明では使いません。これを皆さんが迷ってはダメですので元に戻します。このスプリットを削除します。このスプリットも一旦削除しておきます。やりたいのはこうやって5チャンネルに分けるということです。では、一番肝心の D サイドインをここに入れていきます。はい、入れました。これをこちらから5回入れ直してもいいんですが、 ここでオルトを押しながら横に引っ張ると、このように複製ができます。ここまでいいでしょうか。そして、これでは名前が分かりにくいですので、ここで名前を入れていきましょう。この名前はキックとしておきます。これはスネアです。 ハハイハットタムはいこのようになってるととってもわかりやすいですよね。じゃあ次の作業に行きます。 次の作業は7番目です各パラアウトのセンドに D サイドインが表示されるので各々ののセンドを設定していきますセンド量は MAX にするのがいいですということですじゃあこのセンドに入れていきますプラスを押しますサイドチェーンを押しますすると先ほど名前を付けたものが赤いトラックですのでキックを送ります今度は、 スネアということでスネアに送りますこのようにしてどんどん送っていきます今度はタムそしてシンバルですこのように音が送られましたそうしまして今はバス位に音が流れていますちょっとバス位置を分かりやすいように他の色にしておきましょう黄色にしておきます ただし、これはボリュームが0ですよね。ですから、今、ここに音がセンドで入ってきているわけです。これを鳴らします。この時に、ちょっと注意点があるんです。一番最後の方に書いてあるんですけれども、注意、インサートのバイパスをオンオフしないと、音が流れない時がある。このように書いていますので、ここをチェックしましょう。もし、 音が鳴らなかった場合ですね。鳴らしてみますね。はい、再生していますが鳴りません。これどうやればいいか。ここのインサートのボタンを押します。入ってきましたね。ちょっと音が小さいと思いませんか。これは鮮度の量を 僕が先ほど説明しているのに間違ったからです。ここはセ度量をマックスにするのがいいという風うに書いていますので、この5つのトラックのセンをマックスにします。これで聞いてみましょう。 こんな風にここに音が集まってきました。それもバラバラにパラで集まってきたということですね。ここからどういうことができるでしょうか。各々の,の,のパラレル処理のところにエフェクターを挿すことができます。ちょっとエフェクトしてみましょう。例えばコンプレッサー。これを入れてみます。 皆さんにも分かりやすいように僕は純正のコンプレッサーはほぼ使っていないんですけれどもこれを入れましょうはいこのようにするとコンプレッサーが選択できますこれをダブルクリックするとこのようにコンプが出てきますプリセットもあると思いますのでドラムを選択しましてここでバスドラムのロックというプリセットを選びましょう このようになっていますね。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、ゲイリラクションしていますが、ちょっとスレッショルドが低すぎるようです。リラクションが12を超えていますので、もう少し戻します。 はい、もう少しレシオを上げますこうやってできたわけですじゃあここにイコライザーも入れましょうもうお分かりですよね今はスネアやハイハットには全く影響がないようになっています自分の得意なイコライザーをここに 追加しますはいこのように入れました出したいときはこのようにピン止めをしておきますもちろんスプリッター全体もピン止めしたいときはこのようにピン止めをしておくことができますこれでイコライダーで作っていきますちょっと聞いてみてくださいあえてローを思いっきり上げます皆さんに分かりやすいようにです はい、上げましたね。そしてここでサーチュレーションをかけたいと思いますはい迫力のあるキックになってきましたちょっとバイパスしてみます入れます はいこのようにイイコライダーをかけれましたさらにここにソフチューブのトランジェットシェーパーでもう少し積極的に音を作ってみましょうパンチを思いっきり上げていきます。 こんなふうに自分好みのエフェクトができるわけです。メルダさんの今回の新しいソフトはとっても素晴らしいんですけれども、自分の思うプラグインを入れれるわけではありません。ですから僕は考えたわけです。どうしたらあの素晴らしい発想自身をうまくできるかということで、もちろんここの中でパラレル処理をすることができます。 このようにしてこのスプリッターを周波数分割しますそして150ぐらいまでここ150と手で入れましょう150以下だけに今のトランジェットシェーパーをかけたいというふうにすればこれをこちらに持ってくると並列処理ができるようになるわけですそしてここでこのままこちらを全部通すとですね 音量が大きくなりますので、こちらは下げておくのも一つです。このようにして、低域だけにこのトランジェットシェーパーをかけることができるわけです。 もっと低いところにだけします。はい、これでほぼかからなくなってしまいました。もうちょっと上げます。はい、低域だけにかかっていることがよくわかりますよね。 このようにしてエフェクトしていくことができます。もう言わなくてもわかりますよね。他の4つのチャンネルにも同じようなことをすればいいということは簡単です。そうしまして、先ほど d o t e c さんのパンポット、これを拝借しました。これをここに入れていきます。そうしまして、これをすべてのチャンネルにコピーします。 こうするとこのパンポットでバスドラをまあ左にすることはないと思いますけれどもバスドラを動かすことができるわけです動かします今右から聞こえてますよねはい左に動きました真ん中にします 例えばハイハットなんかでだったらさらによくわかると思いますはい。 そして全体の音量をもう少し増やしたい。そんな風に思ったらどうすればいいでしょうか。ここで DGain という、これもとっても便利なボリュームツールがあります。ここに入れます。そうしますと、 このようにゲインの調整もできるわけです。別にゲインの調整におきましては、このようにする必要があるかどうかというのは疑問ですよね。それはなぜかというと、ここで調整をすればいいからです。このインサートボタンをオン・オフしないといけないのはちょっと不便ですけれども、これは多分、スタジオワンとドーテックさん、これの何か絡みだと、 思うんですけれどもフェイダーで音を変えてみましょうこのように操作ができるわけですもう一度僕のテキストに戻りましょう音が流れるところまでチェックをしました D ゲインや VU メーターを入れておくとボリュームの調整がしやすいですよ。それぞれのスプリットに好きなプラグインを挿せばいいということですね。そして10番はパンを制御するには D パンポットを挿すとパンが調整できる。これもテストしました。で、ここにたくさんのドーテックプラグインをいっぱい挿しましたよね。でも、 レイテンシーはゼロで動いていますし、なおかつ CPU のパワーもほとんどいりません。ちょっとやってみましょう。表示からパフォーマンスモニターを選びます。そうしまして、ここでデバイスを表示というふうにしておきます。はい。この状態で音を鳴らしてみます。今の状態は全部ゼロですが、音を鳴らしてみたらどれぐらい上がるかよく見ててください。 イージードラマーだけが67それぐらいに上がっていますそしてイコライラーですねトランジェットシェーパーも若干上がっていますでも他のドーテックさんのソフトは全てゼロですですからたくさん刺したからなんか重たいかとかスプリッターを入れたら重たいかそれはないですのでご安心くださいこのようにして、 メルダプロダクションさんのもどきのシステムが出来上がったわけですこれを記録しておかないと今度から出したりできないですよねこれまた位置から設定するんだったらもうこんなこと捨てるより今までのやり方の方がずっと早いわけですからこれをプリセットのようにして保存しておきたいわけですもちろんここのところは自分好みに クブクリーンした上でやってくださいね。そうしましたら、トラック2のところを押しまして、トラックプリセットを保存という風にします。ここに名前を付けます。ドラムシステムとでも名前を付けておきましょう。OK をします。これでトラックプリセットが保存できたわけです。今度からはこれがない状態ですね。削除された状態の場合どうすればいいんでしょうか。 右クリックをしてトラックプリセットロード。ここからドラムシステム、これを選択します。OK を押します。するとこのように一発でトラックが出来上がります。でもこのセンは全部なしになってしまいました。これは全て選択をしておいてですね。そしてここで削除をします。 消えました今度は一つだけを選んでまた先ほどと同じようにキックスネアハイハットタムそしてシンバル。 先ほども言いましたように、鮮度量はマックスにしておきましょう。そして、こちらをチェックします。このようにできましたので。ここ、もう一度チェックし直して。こんな形で、一発で呼び出しができたわけです。自分好みな。 パラアウトのそれぞれのエフェクト、それが自由自在にできるということです。ご理解いただけましたでしょうか。例えば、ジャンルに合わせたロック用の音とか、ですね、ジャズ用の音とか、そういうプリセットを作っておけば、とっても早いですし、そして、これはパラレル処理になっていますよね。パラレル処理になっているということは、 各ドラムの音量とかそういうのが自由自在にコントロールできるわけですこのスプリッターの中ではこのようにボリューム調整もできます左の青いところと連動していることを見てくださいこのように少し勉強は必要ですけれどもドラムのエフェクトセットが自分好みにできることを考えたら これはぜひともやらないといけないですし、そして今日勉強になったことはドーテックさんの D サイドインというこのソフトは今まで D A W で不可能であったルーティングを可能にしてくれるソフトです。これをもっと研究して皆さんは他の用途、今日僕が考えたドラムシステム以外のものにも応用して使ってみることを研究してみてください。 今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。